軽転生ルールは、囲碁のルールの一つで、台湾の囲碁ルール研究家王正規が考案した、従来のルールに合理的な改良を加えたもの。王将棋ルール、台湾ルール、SST ルールなどとも呼ばれる。元になっているのは、いわゆる中国ルールで、無勝負が生じないこと、判例による判断を不要として全て実践的に解決するなどの工夫がなされている。 王将期は1952年に囲碁ルール改良を目指し、1973年に発表、1977年には中国学校域会で採用された。その後改良を重ね、1988年に完成した。王自身や王将期学校域教育基金はこのルールの普及に努め、基金や台湾基因で行われる規制で採用され、 王将棋杯世界プロ囲碁選手権戦などもこのルールで行われる。またこのルールで無勝負が生じた場合には、対局者それぞれに5万ドルの賞金を出すとしている。欧州囲碁連盟では、この簡易版が採用されている。囲碁の国際普及やオリンピック種目化などのために、国際統一ルールの制定が囲碁界の課題となっており、そこでは合理性において、経典性が優れているが、 文化的背景や対局の勘弁性について考慮の余地があると考えられている。勝敗の判定は中国ルールと同様に地の大きさと生き石の数で決める。通常の項以外にも参考、循環項、調整などによる同型反復を禁止しており、日本ルールのように無勝負とならない。同型反復に定職しない限り自殺手は禁止されない。例えば、 図で、黒 A に移っては従来ルールでは禁止されるが、軽転性では着手可能であり、例えば口材として打つことができたり、大中小中による攻め合いの結果が変わったりすることがある。ただし同型反復禁止の制約により、一子一個の自殺手は禁止となる。パスは認められ、双方が連続してパスをした場合に終局となる。開始時に、独自の五呂を用いて、 黒白180個ずつの碁石を確認しておき、終局時にこれらの石を盤面の双方の地中に埋めて、残った空点の数で勝敗を判定する。込みは7目半。また持ち時間には基本次元と延長次元が定められており、基本次元を超えて使うと2目が差し引かれる。延長次元は基本次元の6分の1で、 用いて良いのは3回までであり、それを超えた場合は負けとなる。戦後の決定は握りで当てた方が先手番か手伝いを選択できる。ありがとうございます。